ウィリアム・トーマス・ブランフォードは、イギリスの地質学者、博物学者、ロンドンに生まれた。ブライトンやパリで学び、イタリアのチビタベッキアで商人として働いた後、1851年にイギリスに戻り、新しく設立された王立鉱山学校に入学した。後に、インド気象局の局長になる。 弟のヘンリー・フランシス・ブランフォードはすでに王立鉱山学校で学んでいた。ヘンリー・デラビーチやライアンプレイ・フェアなどに学んだ。ドイツのフライベルク鉱山学校で学んだ後、弟と共にインド地質調査所に職を得て、ブランドフォードは27年間インド地質調査所で働いた。1882年に退職した後、イギリス領インド帝国の動物賞に関する著作を、 行った。ラニガンジ炭鉱、ボンベータルチャー近くの炭鉱など、インド各地で働き、タルチャーでは氷河によっての運ばれた巨歴を発見するという地質学上の重要な貢献を行った。地質学のみでなく、動物学、特に陸生の軟体動物や脊椎動物にも興味を持っていた。1866年にアビシニアの調査に参加したのをはじめ、 ロシアなどを旅した。1874年に王立協会の会員に選ばれ、1888年にロンドン地質学会の会長に選ばれた。ウィキメディアコモンズには、ウィリアム・トーマス・ブランフォードに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。